トリプラジオ金沢です。金沢の中心から夢を叫ぶ、今日も横川三丁目176-1スポーツ&ミュージックバーアボサから生放送です。よろしくお願いします。すごいたくさんの方々がお見えで、フライデーナイト50人ぐらい、あ、食べなかったですか。あ、すいません。なんて、なんせったってね、清涼おめでとうで目立った、はい、オーナーがやっていて、はい、そのファンの方が続々と日本一の清涼を応援した人が日向さんのをよく知っているというね、そういう感じだったりますが、今日はですね、来てくださっているのが小林花代さんです。よろしくお願いいたします。本当にお花の花に、はい、花代さんって可愛い名前ですね。ありがとうございます。誰がつけられてるの、お名前なの。祖母です。おばあちゃん、はい、おばあちゃん、聞いたことあります。どういう意味でつけたとか。 NHK の朝の連ドラ の、うん、あの主人公の名前です、うん、え、その頃何、なんかお花ちゃんっていう、うん、え、それ昔々の、多分昔のそのおばあちゃんが見ててのってことだよね。そうです、そうです。花江さんが生まれる時のじゃないよね、きっとね。そうです、実はもっと昔の。へー、みんなからなんて呼ばれてるんですか。花ちゃんとか花さんとかって呼ばれてます。かわいい名前ですね。名前はよく褒められます。いいと思いますよ、すごい。それであの税理士さんでいらして、はい、しかもあの、ね、自ら資格を取ってオープンしたての、はい、すごい。税理士さんってあのまさにこの後だ、いろいろ忙しくなる、はい、確定申告とかね、はい、真っ最中です。わあ、あの先にあの今の本業のね、あのその税理士さんのことも聞きたいんですけど、資格を取って頑張ってやるまでどれくらいの勉強をしてなれるもんなんですか。うん、早い人は、うん、もう数年でなっちゃいますけど、うん、はい、私は大学の2年生の夏から勉強を始めて、うん、で去年の7月に終わりました。うんうん、あのすみません、大学生から考えて今お年とか35です。ということはどれくらいか、大学だから22、1ぐらいとしたら、はい、恐ろしい、13、4年、本当に江戸終わってますね。それはずっと勉強して、はい、勉強して、うん、でもなかなか受からなかったので、うんうん、32か3の時に大学院の方に行って、はい、でそこで2年間を勉強して、うん、で論文を書いて、うん、であの国の方の、うん、国というか国税庁の方に、うん、あの論文審査してもらって、うん、それで合格できたんです。はあ、すごい。なかったですね。チャレンジ回数とかっての13。あ、ずっとずっと。あ、でも院が入ってるので11回かな。へえ、ゼリーさんってすごいね。ね女性って私の周りでもあんまりいないんですけど、最近は私の周りにも女性の方は結構増えてきてます。うんうんうん、あの実際全国女性税理士連盟っていうのが叶いたいというのがあるんですけど、そういうのあって、うん、全国で女性で税理士の人の集まる会っていうのがあって、先日もそこの新年会があったんですけど、うんうんうん、20人とか石川県だけで20人とかで集まってたので、うんうん、探せばあります。ああ、でも少ないわけでしょ、それこそ 何割、うん、そうですね、割合的に言うとまだまだ少ない、うん、7、3とか、うん、正確な割合わからないですけど、例えば税理士会研修があるんですけど、うん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 、そこに行くと、うん、まあ、50人ぐらいの大きな、うん、あの研修でも、うんうんうん、まあ、女性は3人とか4人とかポツポツみたいな、そんなレベルです。すごい。しかもね、きっと年配の人もいっぱいいて。そうです、はい、一生やれる仕事すごい。数字好きなんですか。数字あの大好きです。算数好きだったってことですか。あ、そうなんです。高校も、うん、私七尾高校の能登の七尾の高校なんですけど、うん、そこ普通科と、うん、理系と理数科っていうのがあって、うん、
私ずっと3年間理数科っていうその理系の中でもなんかもっとなんかオタクの人が集まるって昔言われてたんですけど理数科にいたので数字は好きです。すごい。だって7高校で頭良くってそれで理数のでさらに頭いい。頭は良くないよね。諦めが悪いだけです。いやー尊敬するゼリさんです。本当によろしくお願いします。やっぱでもゼリさんって本当になって自ら事務所をオープンするっていうのは どんな感じ？どんな感じ？うん、やりたいことが自分の判断でできるので、うん、解放された感っていう感じですかね。でもほらこれからお客さんをこうね、はい、あの捕まえていくというか、はい、ご縁で続けていかなきゃいけないわけでしょ。はい、うん、どうですか初の確定申告シーズンたくさんあの顧客が。もう全然あのまだまだこれからなんですけど、うんうん、そこは全然あの悲観してなくて実はまあ、 あの動いてればなんとかなるだろうと、うん、いうふうに思ってて、うん、そもそも今税理士さんがいらなくなることはないだろうっていうのもあるし、まあ、石川県でいろんなご縁がつながっていけば、うんうん、お仕事は変わらないかなっていう楽観的な、うん、ああいうことがあるので、だいたい花ちゃんが分かってきた気がする。あ、本当ですか？そういう中でゼリーさんって堅いお仕事をしながら、でもなんかね人柄とかやっぱ信用だったり、もしかするとほら合う合わないのもあるよね。いろんな方いらっしゃいますよね。わかるわかる。私もさ初めて税理士さんと関わるときに、あのあるこうお世話になってる会社縁でこうあのつないでくださった人が、あの田島さんに合う方をって言って紹介してくださった方がどういう方かっていうと、なんかすごい静かに話を聞く人だった。逆にあそことかみたいな。でまたいろんな縁でいろんな方と関わってまたこう変わったりしてるんだけど、そういうふうに言われたことを考えると、あこの人だきっとね黙って話を聞く人がいいんだろうなと思われたんだなっていうのが思ったよ。はい、ね、でも女性同士でもこう話しやすいとかいうのもね今後ありそうだしね。いいですね。はい、そうですね。女性だから分かることっていうのもあると思うし、うんうん、逆に男性の経営者の方は、うん、まあ女性だから言いやすいっていうのもあるんじゃないかなって思うんですけど、うんうん、男性同士だとやっぱりこう、うん、なんかあったりするんじゃないですか。だから会話のさ成り立つ成り立たないとかいろんな目線とか、うん、時代とともにどんどん変わるし、うん、数字も毎年変わるし、うん、本当ね税制もね変わりますからね。どうやって切り替えちゃうのかと思っても楽しみですね。ね、本当ですね。そんな花ちゃんに、はい、応援メッセージが来てますよ。ありがとうございます。お名前言ってもいい人。大丈夫かな。大丈夫なのか。ゆうこさん。全然大丈夫だと思います。ゆうこさんからです。せっぴママって言います。なになに。せっぴママって言います。せっぴ、せっぴママっていうお母さんみたいな存在の方で、私よりせっぴママ、せっぴママ。はい、ゆうこさんありがとうございます。ありがとうございます。はなさん、いつでもどこでも応援しています。若い方が女性が夢を語り叶える社会にしていく、これが先に生まれた人の仕事。おばあちゃん子だった花さんはおばあちゃんのぬくもりや優しさをいっぱい受け継いでいますね。出会いとご縁をこれからも育てて花さんの花を大きく咲かせてくださいという。あら、ありがとうございます。嬉しい。ね、見てくださってますかね。なんかよかったらメッセージをあのセピママへ、はい、あの言ってもらっていいですよ。はい、セピママさん。あ、違う違う、セピママさん。いつもありがとうございます。あの近々、うん、セピママさんと一緒にコラボ企画するので、うんうん、またあのこれもあの就活カウンセラーに続いていくんですが、はいはい、あの40代以上の方向けの何か幸せにできるようなものを、全然セピママさんとは業種が違うんですけど、何か作っていきたいなと思うので、はい、あの来週、うん、今週の日曜日。セピママさんは何してる人ですか。キャリアカウンセラーっていう、まあ、その方もカウンセラーなんです、ね、もう見たからにあの話聞いてくれそうな感じの方で、うん、いつもこんな温かいメッセージをくれるんです。いやいいですね。ということで、あの実は税理士さんともう一つの顔があるね、先に言っちゃった、この後伺っていきたいと思います。あの就活カウンセラーの話を伺っていきたいと思います。今日は小林アナウンサーです。お願いします。
坊ちゃんのミュージックバーアボサ、看板も新しくなりました。変人もそうじゃない人も集まるときっと何かが起きる。エブリデイ楽しい企画考えてます。そんなアボサで夢を語ろう。ドリプラジオもいよいよスタート。スポーツ&ミュージックバーアボサ、超変人のこの男が待ってるよ。ドリプラジオ。さて、今日はあの税理士として、あの数字好きという私にとってはね、尊敬する、本当にもう分からない、もうだからね、税理士さんと私こう出会って一番やっぱプロの仕事ですよ。ちゃんとそういう、もう訳わかんないもの、お願いしますっていうのと、あ、そういう考えをするのかとか、いろんなね、あの経営一つにしても、見方とか何が大事だとか、そういうのをねすごい教えてもらったり、うん、なんか、はい、いいゼリーさんにかかってらっしゃるんですね。なんかいろんな見方わからないことだらけなんですけどね、はい、いろんな、でも本当すごいと思って、日々数字きちんきちんとやっていく人の、はい、代名詞な感じです。花さんです。小林花代さん、はい、ではいよいよ今度は就活カウンセラーという、はい、はい、就活、あ、今言いながらさ、就活っていうと、あの就職活動に聞こえるね、音で言うと、はい、メールで打っても、うん、まず最初に就職活動しか出てこなくって、そうだよ、終わりの活動の活、就活、はいはい、言い方同じですもんね。そうですね、うん、就活、はい、じゃあこの就活カウンセラーのことも含め、さっきあのセピママからもらったように、おばあちゃんの、ね、ことが実は花ちゃんにとってはすごいキーワードになっているということで、実際そうなんね、税理士さんになることも、うん、どんな存在でどんなおばあちゃんがいらしたの、はい、今ここにいるのが、うん、もう祖母から全部成り立ってるって言っても過言ではないぐらいの大きな存在の人なんです、うん、それはお家で一緒に住んでて、はいはい、もう母親、もう母親です、おばあちゃんじゃなくて、うん、母親みたいな存在の人、うん、へー、可愛がられた感じで、もうめっちゃ可愛がられました、うん、過保護もいいとこで、うん、そのおばあちゃんが例えばこういうね、あの頑張ったらいいよとかアドバイスもらったりとか、そういうこと、うん、今の仕事につながりは、あの祖母も死ぬまでずっと働いてたので、うんうん、なんか女性もあの旦那さんがどうとかじゃなくて、うん、もうずっと働いてほしいっていうのがあって、うんうんうん、じゃあ、あの、うん、ずっと働けるようになんか手に職をずっと取ってほしい、うん、取ってほしいって言ってたので、うん、それで、まあ、税理士の資格を勉強し始めたっていうのがあるんですけど、そうだ、でも学校に行くときから、うん、おばあちゃんのねさりげなく言ってたものが自分で何か掴まなきゃと思って、うん、その道に進んだのかもしれませんね。そうです、あ、安心ですかね。おばあちゃん、あなたのおかげですね。でもそれぐらいね、実際こう手に職持って頑張れるようにって、じゃあ一番喜んでらっしゃるっていうか、うん、でももういないんですけど、うん、あの一昨年亡くなって、一昨年、はい、そうなんだ、そうなんです、うわ、え、じゃあ資格取る前、1年前に亡くなっちゃって、じゃあ資格取れた時は一番におばあちゃんに報告に行ってみたいな、そうですね、そうですね、わあ、でもちょっとね、しんみりしちゃうんですね、まだこの話になると。本当。まだまだ消化しきれてなくて、自分の中では。1年以上経っておるとか、ちょっと年ってことは。1年以上経っても、うん、なんかまだ昨日のあの、あんまり全然消化しきれてなくって、たまに、うん、なんかふっと思い出すと、うん、あれれみたいな。実際なんか、うん、そうなんです、それと就活カウンセラーっていう、うん、一般的、まあ、あの終わりの活動だから、うん、っていう中でエンディングノートとか流行ったり、うん、自分のね、あの亡くなる時に向き合ったりするとか、なんかそういう考え方って今割とね、うん、広がってるけど、カウンセラーの人がいて、うん、何をしてるかって私あまり知らなくて、うん、おばあちゃんの亡くなったことと就活カウンセラーはつながってくるんですか。そうですね、うん、あの祖母を
すごい波乱に満ちた人生を送った方で、もう長くなるんで言いませんけど、なんか短くどんなふうに言いますか祖母、うん、祖母は、祖母のお母さんは、結婚、うん、まあ今で言うと、結婚する前にできた子供で、で、なんか昔で言う、その、こう、貧富の差っていうのが、それで結婚を認めてもらえなくって、で、お母さん一人で育てもらって、まあ、小さい頃から苦労してて、で、なんかその、あのおじいちゃんと結婚したときに、うん、おじいちゃんいいとこに勤めてたのに、なんか脱サラをさせて、で自分でまた授業を起こしたんですけど、まあね、授業起こすといろいろ ね日々ね、ね、ね、あるんで、それで苦労して、なんか布団に寝た日がほとんどないぐらい、本当に働いてた人で、でなんかそんな自分の一生を本に残したいってずっと言ってたんですよ。でもその時の私ってなんかそれをスーってただ聞いてて何もしてあげられなくって、でそうこうしてるうちになんか祖母ががんになって、で今年も取ってたんで、お年寄りの方って一回手術して歩かなくなると途端にもう元気だったのに、途端に元気なくなっていって、で一昨年亡くなったんですけど、なんかその時ちょうど私もその大学院に通って仕事もしてたので、もう本当に恥ずかしいんですけどお見舞いもほとんど行けなくって、でなんか院の論文の発表の時に電話がかかってきて、すぐ帰ってこいと。で、死に際にも、見れなくて。多分それもあって、1年経っても、ずっと、引きずってるのかなと思って。そんなことがあったので、なんか後悔が残って、でなんかその自分ができなかったことをなんか他の人にもしてほしくないなって思って、そういうのがあってちょっと就活カウンセラー、そこからですね。だから、なんか死って意味嫌うもの、縁起悪いわっていう方もいらっしゃるんですけど、なんかそこに関しては全然私は抵抗が本当なくって、なんかそういうのをお手伝いしたいなって思って、そっか。なんかじゃあその時に花ちゃんに何かを聞いてくれたカウンセラー的な人がいたってこと、就活カウンセラーって本当に就活探して就活カウンセラーってものがあるんだっていうことからきっかけ探したというか、テレビぼーっと見てたらなんか就活カウンセラー協会のなんか話が出てて、その時これだって思って即ネットで検索して試験申し込みしてっていう、たまたまです。たまたま。そう、それはでも学ぶっていうか、何を学ぶんですか。学んだことは、お葬式の形態だとか、お墓はどうするかとか、まあ、年金どうするかとか。本当にじゃあリアルにそういう即した時のいろんな場面の、介護どうするだとか、広いね。でもね、相続税どうするかっていうのいろんな、まあ、老いたら直面する問題を全てをこう、まあ、浅くですけど学んで、で試験を受けて、じゃあそういう、まあ、亡くなって人がこう送る時とかそういう時に慌てないように的なものを学ぶ。そうです、はい。じゃあ対象になる人たちっていうとどういう人たち。一般的には多いのはやっぱ60過ぎの方になる、なりますね。聞いていい、ご本人から相談乗ってくださいって来るもの。私は正直まだそういう相談はないんですけど、先輩の話を聞いてると、もうご本人からお願いしますっていう風な依頼はあるようです。
周りで何かこう例えば近くの友達でトラブルがあったとか、うん、そういうのがあったりとか心配事がある人が来るのかな。そうですね、なんか、うん、例えば相続がちょっと心配だったりとか、うん、なんか身寄りのないおばあちゃんだとか、うんうんうん、心配で、うん、そう相談したりとか。確か今ね花ちゃんと喋ってて一番なんかふっと感じたのは、うん、なんかきちんと言われると、うん、それがさっき言った意味嫌うものじゃなくって、うんうん、考えなきゃいけないなっていう気になるものだね、うんうん、そうなんです、そうなんです、そういうのがあるってことを知ることがまず一歩だよね、うんうん、あの自分の小さい時に私おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでて、で小学校の1年生かなおばあちゃんが亡くなって、でで全然ベースに人が亡くなることも何も知らないから、うん、その時お寺とかでねあのお葬式のだったら分かんないままついてってこう亡くなるとかこう棺入れ、棺に入れるとこも子供だから見せないようにずっとされてたの、でそんなままの中で亡くなる、それで本当に火葬場に行ってとかいう時に人が亡くなるってことを直面してからすごいやっぱ怖かったんだよね。でそれからなんかとってもとっても生きてる人と死んでる、なんか死ぬってことが恐怖のままずっといて、恥ずかしいんだけど中学校割と大きくなるまで全然ダメで、で本当に母方の死がどうして順番にこうおじいちゃんおばあちゃんが亡くなっていくたびに何にもその怖さっていうかあった女の子だったんですよ。それで父親が亡くなるって初めてちゃんと向き合える自分に気づいたっていうか、大人になってからだったんですけど、それぐらいなんかなんていうのかな、ベースがないままそういうとこポンと入っちゃった小さい時のタイミングがショックですよね。すごいショックだった、ね、本当その場所に行けない子になって、ね、うん、結構 NG ワードの中にずっといた、こんな人間だったんですね。だからそれでじゃあ私娘がどうかって言ったら、割といい形で年齢が経った時に大好きなおじいちゃんを、私の父親なんですけど、私ねだから亡くなって見た時すごい穏やかにいたのを見た時、なんかタイミングがあるっていうかね、どこでどんな風にこう死に向き合うかっていうのはあるような気がするんだけど、こういうのどう？なんかこうなんか怖いんですって人もいるのかもしれないし、そういう時にもなんかね、こう就活カウンセラーの人とかってなんか寄り添ってくれそうだよね。そうですね、うん、怖いって言う人なりの理由だとか気持ちってあると思うので、それをまず聞くっていう、まあ、それを取っかかりにして、まあ、聞いて、それでじゃあちょっと次進めてみようかなって言ったらそれで進んでいけばいいし、まあ、そんな具体的にお墓がどうこうとかじゃなくて、今はまだ気持ちの整理がつかないっていうのであれば、まずは気持ちをほぐしていくっていうか聞くことが大事ですね。そうだよね。じゃあご自身の今ねなったばっかりっていう意味で言うと、活動っていうか今までされてこういうなんかあったよってあります事例、直接カウンセラーっていうものをね名乗っていかれる上で身近な人の話もいいですし、数は全然少ないんですけど、今事務所してるところが一軒家なんですけど、その一軒家を借りている人がおばあちゃんで、80今年6ぐらいになるおばあちゃんなんですけど、この方は就活カウンセラーとしてちょっと仕事をしている時に出会ったおばあちゃんで、その方の息子さん昔亡くなっちゃってて、でおばあちゃん今一人住んでて、で息子さんが住んでたお家が今空き家だったんですよ。で私が今度独立するんです、事務所どうしましょうかねって言ってる時に、おばあちゃんが住んでくれたら家痛まないし、なんかこうやってたまに話してくれたらそれでいいわって言って、そのうちに今お借りしています。それはちゃんとこうお仕事も含めつながりができてって感じ。そうですね、まあ、おばあちゃんに私が助けられてる感じなんですけど、自分もおばあちゃんが身近に ねいらしたから、そうそう、そういう意味ではすごい、どうベースっていうかありそうだよね、今は。例えば事務所外出るときにおばあちゃんに行ってきますって言いながら、本当って言っておばあちゃん行ってらっしゃいって言ってバイバイってかしてます。本当、いいね。なんかきっとなんかこれなんていうのかな、おばあちゃんとのねつながり最初に話していただいて、すごいスムーズな税理士さんのお仕事と一緒にやってるものが
アナちゃんがやるべくしてやってる何かになってる感じがするね。そうなんですかね。どう自分の中では数字にこうきちんと向き合えるきちんとした感じとこのふわっとした感じと、ふわっとしてますか。してるしてる。なんかおかしいな。本当キリッとしてるつもりなんですけどいい感じだよ。なんかおうおう、なんか生活カウンセラーとして仕事してる時は、うん、税理士さんとかじゃなくて、うんうんうん、そもそも税理士選んだのももっとなんか人と関わり、うん、深く関わりたいっていうところからの税理士で、うんうん、決して数人が好きだからっていうので選んだ 職業ではないんです、うん、なので、うん、そういった今意味では、うん、就活カウンセラーって、うん、税理士を目指す前からの自分のこうやっていく方向性みたいなものとは一致しているので、うん、全然私の中では、ね、かけ離れたものが、むしろなんか変なものが税理士よりかは、うん、就活カウンセラーの方が省エネに合ってる、あ、本当、うん、かな。それは何が一番こう感じる、ね、自分のやりがいなんだろう。さっきもこのラジオが始まる前にお話した時に、こうやってあのちょっと話しにくそうとか自分のその方が心の中で思ってたことをこう今度こうどんどん引き出していくのが好き。あ、本当ってことはラジオのパーソナリティがいるってことです。パーソナリティ無理だと思います。聞くっていうか、うん、知らないうちにねとか喋って、それでそうそう、喋ることで自分が整理されるんだよね、うん、そうなんです、うん、でその喋ってる時に、うん、ある瞬間表情が変わる時ってあるんですよ、うん、さっき変わってましたけど、なんか目がパーって明るくなったりとか、その表情を見るのが私なんかすっごい好きで、すごい。それはカウンセラーって資格を取って学んでった結果なのか、おう、はい、その技を身につけてるってことじゃない。それはあのまた別で、うん、別のところで勉強したからなんですけど、うん、言える話になって大丈夫だと思います、うんうん、あのコーチングっていうのがあって、うんうん、それを別に勉強してて、なぜか別にこう、うん、就活カウンセラーのためにコーチングを勉強したんではないんですけど、うんうん、何かこう通ずるものがあって、うんうんうん、それで役に立ってるかな、うん、そうかなって感じがする。そのよく言うあのコーチとカウンセラーとの言うね、違いみたいな、あの世界、そうそう、はい、だから両方がやれる人っていうのがすごく実は、ね、うん、大事になってくるとか言うし、すごい、じゃあちょうど順番になってね、そうですね、うん、すごい。婚活カウンセラーはしないんですか。婚活、私が婚活に誰かしてほしいみたいな感じなんで、してないです。別ですか。誰か教えてくださいみたいな感じです。就活です。就活です。なんか本当に人柄とかがすごい伝わってくるからいいなと思って。ありがとうございます、ね、ぜひあの今後やっていきたい方向性も教えてください、うん、そうですね、今後は、うん、就活カウンセラーっていうのをメインに、もうかっこ税理士ぐらいな感じで、おうおう、その書き方でいい。もうその書き方でいいです。いずれはもう名刺にかっこ税理士にしようかぐらいの形で、なんかもっと、うん、その方が、うん、あの胸の中に思っていることを、うんうん、もう話してほしいなって聞いて、でそれであのなんかサポートできることがあったら、うん、具体的にあのして形にしていきたいなと思って、うん、うわいいですね。今こう聞いてもすぐパンと答えも返ってくる、一人一人の話も聞けてってすごい理想だと思う。なんかめちゃめちゃ思います。本当本当です。じゃあ、 あの花ちゃんに、ね、はい、この後あの応援メッセージをいただこうと思います。今日は小林花恵さんです。トトトトトリプラジオ。
さて今日はあの税理士でありながら就活カウンセラーかっこ税理士でいいっていう私花江さん花ちゃんです。ではあの応援メッセージをあの来てくださった皆さんここで詰めていただいてここの横に来て読み上げていただきます、はい、なんかネットで、ね、メッセージ送りたい方は、どこに送れる info@tripleradio.net でもあの送れますよね、はい、もらったら今ご紹介できますよ、うん、ではでは、はい、どうぞ近づいていただいて、はい、花屋さんへ、はい、次から次へと夢を叶えていく花屋さん、去年年末にお会いしてすぐ事務所と回収した時にはびっくりしましたね時々ね、ちょうどこあの武蔵ぐらいでお会いして、そうなんですよね、散歩中にとか移動中にとか、うんうん、金沢は個人事業主が多いので、うん、これからの活躍に期待しています。女の子たちもたくさん起業していますので、うん、彼女たちの強い味方になってください、うん、就活カウンセラーの仲間としてもあのまた、うん、あのよろしくお願いします。奥村さんもそうなんですか。僕はあの初級地って本当に簡単に取れるやつなんですけど、花ちゃんは何級だ。私も初級なんです。何級まであるの。上級上級初級中級上級なんか先生率できるみたいなのが上級の方で、うん、僕はあのその最初のあの、うん出だしのところを勉強させてもらってるんですけど、彼女の場合はもう専門知識持ってるんで、僕はつなぐ方がメインになってきて、これはこの方はもう税理士さんに伝えた方がいいかなとか、うちの方の専門なんでね、彼女の場合は直接もう相談に戻れるんで、そういう活動の幅がいろいろとお互いにお互いがあるんだね、うん、素晴らしい教えてもらってよかったです。ありがとうございます。はい、はい、渡してください。どうぞ、ありがとうございます。どうぞ、入ってらっしゃる方ありましたら横にどうぞどうぞ、できてれば、あ、本当、あと3分ですよ、あの番組自身がよかったらどうぞ、うん、ぜひぜひ、あったら、あ、じゃあ口口待ってもらっていいですか。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、ね、あ、急にでも嬉しいです。あれじゃあのお顔が、はい、どうぞどうぞ。初めまして、はい、うん、初めましてなんですか。はい、あ、はいはい、どうぞどうぞ、はい、いいですよ、うん、小林花代さん、うんうん、あ、嬉しい、恥ずかしいですよ。高齢化の世代の中に新しい就活カウンセラーの税理士、やっぱ老人の味方だと思います。今からもそういう、ね、そういう人たちが増えてくると思うので、うんうんうん、頑張ってください。はい、なんかお顔がずっと描けない、もちもち感じ、ありがとうございます。せっかく初めましてで、あ、じゃあのまだ完成させて、私は今ね文の途中を、わあ、ごめんごめん、ありがとうございます。そうなんです、まさにね高齢化社会っていうかね、実際じゃ あの花ちゃんがその就活カウンセラーになって、逆にあ、そういうのがあるんだねって知る人たちも増えそうだね。そうですね、うん、どう、たくさんの人に知ってもらって、うんうん、肩位置張らずに気軽に茶飲み話みたいな感じで就活っていうのに行ってもらったらいいなと思います。うんうんうん、やっぱ勉強にも行ったりするんですか、そのよりカウンセラー仲間。そうそうそう、最近北陸で就活カウンセラーの勉強会っていうのが先日第1回ありまして、今年はこう毎月1回みんなで集まって勉強会して、もっと就活カウンセラーの仕事をしていこうっていう元年です。え、何人ぐらいそこで集まったんですか。その時は何人かな、10人前後っていう人かな。ほとんど女性。いや、男性、女性と男性半々だった。年代花ちゃん若い感じ。そうですね、私が 若い方でした。年代は40とか50とかですかね、幅広い世代の方が参加されてました。でもこの人たちはどういうのきっかけなんですかね。やっぱり身近での死をもあるし、多分ご自身の仕事の中で、うん、そういうやっぱ相談があるみたいで、そういう相談があった時にどう答えていいかわからないっていうのがあって、うん、その時に就活カウンセラーっていうのがあって、それで勉強して、まあ、その仕事してる中でその方たちをなんとか、うん、助けたいっていうのがあってされたみたいですけど、うん、
いやでもね、今日も私はあの花ちゃんのおかげでそういう詳しいこと初めて聞いたので、うん、そしてその他の人また出会って、ああっていうののきっかけになれば、やっぱりね、通らなきゃいけないところで自分自身がどう準備しておくかとか、それが大事だってことだよね。うん、毎日への意識が変わりそうだよね。そうだ、全然変わると思います。私もちょっと逆算したら、うんうん、ちょっとやばいなって、うん、やりたいことリストを準備するには足りないみたいな、うんうん、あ、そういうことをするんだ、ワーク的なもん。はい、はい、は私はします、うん、なんかあの見てる方々にアドバイスあったら。アドバイス、うん、今言ってやりたいことリストを書くとかさ、なんかわかんないけど。そうですね、うん、アドバイスそんなアドバイスできるほどではないんですが、うん、なんか就活って、うん、その死ぬ準備みたいな捉え方じゃなくって、うん、今の、うん、日常の生活をもっと豊かにするための、うん、まあ、取っかかりだと思ってもらっ、私はもらいたいな、うん、あまりにもその死ぬ準備だと寂しすぎないですか。うん、そうだね、そうだね、うん、ね、生まれてきた意味っていうか、ね、その一日一日の大切さがつながるんだとするとすごくいいお仕事があるよ ね、うんうん、ね、ではね、最後にあの花ちゃん、小林花音さん、あなたの夢は何ですか。私の夢は、うんうん、皆さんの思いに耳を傾けられる就活カウンセラーになることです。そのために今始めたことと、うんうん、はい、なんか宣言あったら言ってもらっていいですか。今始めたこと、今資格持っていらっしゃいますよね。過去税理士です。そう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 、ね、あの口に出すとね、叶いますよ。あ、本当ですか。いついつに何やるとか言ってもらってもいいですよ。いついつに、そうですね、あの昨日、うん、あのセミナーをしたんですが、うんうん、来月もまたすると思います、うん、あのちょっと固いタイトルなんですが、うんうん、終末期尊厳死セミナーっていうのをしますので、うん、あの広告すると思うので、うん、あの興味のある方はちょっと参加してもらえたらいいなって思います。花、うん、ちゃんが語るの。はい、私その相続入門っていうところでちょっと喋りますし、そっかそっか、他のメンバーの方に、うんうん、他のメンバーの方は、うん、その尊厳死について喋られます、うんうんうん、ストレートにポンと言われると、私さっき自分のトラウマの話しましたけど、怖いものじゃなくなるね。もう全然そんな、うんうん、耳で聞けば聞くほど落ち着くのが分かる気がする、うんうん、はい、なんか最後に言い足りないことありましたらどうぞ。痛いないこと、大丈夫ですか、大丈夫ですか、はい、大丈夫今日やってみていかがでしたか。今日もう逃げ出したくなるほど緊張していたんですが、あのおかげで楽しく喋れました。何よりです。でなんか就活カウンセラーの夢も話したら私も明確になりました、ね、よかったです。ヘルプラジオ語ることで、あなたの夢が進んできてます。今日もあのアボサで生中継させていただきました。ありがとうございました。今日は就活カウンセラーかっこ税理士の小林アナさん、アナさんでした。あなたの夢を証明します。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかすごいいいよ。そうか、やっぱコーチね、されてんだろうなっていうか。わかります、コーチって。ほらほら、あ、それこそね、話せば、私今ね、あの金沢にもともとフリーで、ずっと関西とかやってて、それこそとか、20年ぐらい出てたんですよ。それで